is, yeah, please go ahead. Daniel chapter 8, verses 1 to 8.岡林君よろしくお願いします。ベルシャツアル王の治世の第3の3年初めに私に幻が現れて後、私ダニエルにまた一つの幻が現れた。私は一つの幻を見たが、見ていると私がエラム州にあるシュシャンの城にいた。なお幻を見ていると私はウライ川のほとりにいた。私が目を上げてみると、なんと一頭のお羊が川岸に立っていた。それには二本の角があって、この二本の長い方は後に出てきたものであった。私はそのお羊が西や北や南の方へ突き進んでいるのを見た。どんな獣もそれに立ち向かうことができず、またその手から救い出すことのできる者もいなかった。それは思いのままに振る舞って高ぶっていた。私が注意して見ていると、見よ、一頭の親木が死には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。その親木には目と目の間に著しく目立つ一本の角があった。この親木は川岸に立っているのを私が見た、あの日本の角を持つお羊に向かってきて、勢い激しくこれに走り寄った。見ているとこれはお羊に近づき、怒り狂ってこのお羊を打ち殺し、その二本の角をへし折ったが、お羊にはこれに立ち向かう力がなかった。親木はお羊を地に打ち倒し踏みにじった。お羊を親木の手から救い出す者はいなかった。この親木は非常に高ぶったが、その強くなった時にあの大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって著しく目立つ四本の角が生え出た。はい、それでは私たちの信仰の宣言をご一緒に言ってみましょう。3、はい。私は父なる神の愛と慈しみと恵みを心より感謝します。私は御子イエス・キリストの十字架の贖いと復活の命が私のためにあることを感謝します。私は聖霊が今日も私の心に新しく注がれていることを感謝します。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日こうしてあなたが私たちにあなたを礼拝する時を性別して与えてくださいましたことを感謝をいたします。私たちの命の源であり、力の源であり、生きていく希望の源であるあなたの身元にこうして週の初めに立ち返ることができ、あなたの恵みの御座に来ることができましたことを感謝いたします。神様、どうぞ私たちの心の中に罪汚れ汚れがありましたら、どうぞイエス・キリストの十字架の血潮によってそれを清め、また許し、そして備えてくださいますように、あなたの器として用いられることができるようにしてください。そして今日あなたの永遠に変わることのない聖書の御言葉を通して私たちにあなたの真理を与えてください。聖霊様がどうぞ力を与えて語ることができるように、また
聞き理解することができるように、この街道に聖霊ご自身が豊かに充満してくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ね感謝して、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。メッセージの英語のアウトラインを前に書いてありますから、For English speakers, you can follow most of the content of the message in English on the slides. 先週私たちは、歴史的な出来事を目撃しました。実際に見たわけではないですけれども、まあ、テレビを通して多くの方が見たと思いますが、南米のチリの鉱山落盤事故で地下約700メートルという狭い空間に閉じ込められていた鉱員33名が全員無事に救助されたという、まあ、ニュースを聞いて、私たちは深い感動を覚えたと思います。世界中が注目する中で、あの鉱員たちが一人一人カプセルで地の底から引き上げられてくるのを、まあ、固唾を飲んで見守っておりました。地下に閉じ込められて約70日ぶりの生還であります。そこにはさまざまなドラマが生まれました。そういったドラマの中で特に印象的であったのは、この事故で夫が地下に閉じ込められていた間に妻に赤ちゃんが生まれたということでありました。で、彼女の名前を何にするかと地上と地下で交信をしていた時に、地下の夫から即座にですね、名前はエスペランサにするとこう言ったのであります。エスペランサというのは希望という意味だそうですけれども、これはエスペランサはスペイン語ですか、ファティマさん。スペイン語ですね。ポルトガル語じゃないですね。同じ。ああそうですか。でエスペランサでいいわけですね。この赤ちゃんの名前はエスペランサちゃん、希望という名前にするとこう言ってそうなったそうでありますが、まあ、その名前の中にですね、今回のこの大きな事故の中に込められていた全ての人の思いが、その名前に表現されていると思います。地下に閉じ込められていた人たちが全員地上にもう一度出ることができるという希望、そしてこの夫にとってはもう一度妻に会い、また新しく生まれた赤ちゃんに会い、その赤ちゃんをその腕に抱くことを希望している、そのような思いがその名前の中に込められたというふうに思います。あのような本当にもう救い出される見込みがほとんどない、いや不可能に近いという状況の中で、暗闇の中で狭く閉じ込められたその中で、いや必ず私たちは助け出されるのだという希望、望みを持ち続けるということ、どんなに現実が真っ暗闇であっても必ずいつかもう一度光の中に出ることができるのだという希望を持ち続ける、そのことはいかに大切なことか、そのことを今回の事故は全世界に明かししたことだというふうに思います。私たち人間は希望なくしては生きていくことができません。
どんな時にも希望を抱いて前に進んでいくということ、これは絶対に私たちにとって必要なことであります。今日の聖書の箇所が私たちに示してくれることは実はそのことであります。ダニエル書8章が教えてくれていること、先週学びましたダニエル書7章と内容的には似ておりますが、7章のメッセージがさらに深められているようになっています。8章でこのダニエルという人はもう一度幻を見ます。その幻は一頭のお羊に角が2本あって、このお羊が暴れ回りあらゆる獣を踏みにじるというものであります。その後から別な一頭の親木が現れて、この親木に一本の大きな角があり、ものすごい勢いで飛んできて先のお羊をやっつけてしまいました。ところがその親木の一本の強力な角がポキッと折れて、折れたところから4本の新しい角が生えてきた。そしてその4本のうちの1本からが折れて、また小さな角がそこから生えてきて、その小さな角があらゆるところを踏みにじっていくという内容の幻であります。皆さんはこのような幻を見たことあるでしょうか。もし見たとすればですね、一体これは何だろう、頭が本当にこんがらがってしまうような夢でありますけれども、ダニエルはこのようなものを見て、彼は理解に苦しんで再び悩むわけでありますが、その幻の中でこれを解釈してくれる御使いたちが登場するのを見ます。まず20節と21節にこのように解釈されています。これは御使いの解釈ですが、あなたが見たお羊の持つあの日本の角はメディアとペルシャの王である。毛深い親木はギリシャの王であって、その目と目の間にある大きな角はその大地の王であると解釈されています。最初のお羊というのは日本の角があった、その日本の角というのはメディアとペルシャの国のことを表していたというんですね。そして後から来たおヤギ、オスのヤギ のですね、この大きな角、これはギリシャを表していて、大きな角というのはギリシャの最初の王様であるアレキサンダー大王のことであると思われます。その後から出てきた4本の角とは、アレキサンダー大王が死んだ後、そこギリシャは4つの王国に分かれた。そしてその一つの王国から出てきた小さな角、それがアンティオカス・エピファネス4世という王様であります。シリアの出身ですが、このアンティオカスという王様が、歴史的に詳しく知られているわけですけれども、ユダヤ人にとっては耐え難いことをした王様であります。そのことが書かれているのが24節と25節であります。24節と25節に書かれていることを要約しますと、この王様はエルサレムの神殿をなんとギリシャの神殿に変えてしまったですね。つまりユダヤ人たちがこの
信じている神様の代わりにギリシャの神様ゼウスを祀る神殿と作り変えたわけであります。まあ、そのことがユダヤ人にとっていかに大きな苦しみをもたらしたかということは想像できると思いますが、そしてその神殿でユダヤ人たちが捧げていたこの全焼の生贄とかいろんな捧げ物を禁止して、この王様はギリシャ人が捧げる捧げ物をするようになったわけであります。そればかりでなく、多くのユダヤ人たちをもう好き勝手に殺したり抑圧したり、ユダヤ人たちの信仰を全く愚弄してしまったわけです。この時はユダヤ人にとっては暗黒の時代と呼ばれています。紀元前167年から164年の間のことであります。この真っ暗い危機的状況の中で見た幻が今日のダニエルの8章の幻です。その幻の中で一人の御使いが他の御使いに尋ねている声を聞きます。それが13節に出ていますが、13節に最後のところでいつまでのことだろうという疑問が出ています。いつまでこんな暗黒のような状況が続くのだろうかという疑問です。おそらくあのチリの落盤事故で閉じ込められた、地中深く閉じ込められたあの人たちも、この暗黒の状況から出られるのはいつだろうか、いつまで私たちはここにいなければならないのだろうかと、おそらく自問自答したと思います。そして何度も絶望的になったと語っていました。ある行員は家族への手紙の中でここは地獄だと書いておりました。インフェルノという言葉を使っていましたけれども、極限的状況の中に彼らは置かれていました。ダニエルが書いたこの当時もユダヤ人たちは極限的な状況に置かれていたわけであります。人々はいつまでのことだろう、いつ私たちはこの状況から解放されるのだろうかという疑問を投げかけたと思われます。するとそれに答えてもう一人の御使いが14節でこう言っております。2300の夕と朝が過ぎるまでというのです。2300の夕と朝、これは当時エルサレムの神殿では夕方と朝に一回ずつ捧げ物がなされていました。ですからこの2300回の捧げ物ということ、つまり日数にするとその半分の1150日ということであります。するとそれは3年と70日になります。このことは聖書学者の研究によりますと、アンティオカス・エピファネス4世がユダヤ人たちを迫害し始めたのは紀元前167年の秋のことであります。エルサレムの神殿がゼウスの神殿に変えられ、ユダヤ人の迫害と虐殺が始まって暗黒の時代が続き、後にユダヤ人の中からマカバイという若者が立ち上がって、日本でいうと天草四郎のような、そういう若者が反乱を起こしてあのエルサレムの神殿を取り返したのが紀元前164年の12月でありました。この間を計算してみるとなんと3年と約70日に
なるというのであります。このこと自体は歴史的な出来事でありますが、ここに聖書が2300の夕と朝が過ぎるまでと書かれているということは、特別な意味があると思われます。それはどんなに今の状況が暗くあっても、どんなに今の目の前の現実がもう出口が見えないような状況であっても、必ずその状況が変わる時が来る、必ず暗黒の時代が終わる時が来るという真理であります。試練というのは永遠に続くものではない。ですからこの26節で御使いがダニエルを諭します。26節の最後のところに、あなたはこの幻を秘めておけ、これはまだ多くの日の後のことだからと言っています。ダニエルに御使いが言った言葉は、このことを心の中にしっかりと収めておきなおりなさい。どうしてかというと、今目の前の現実がどれほど困難な状況であっても、暗黒のように見えるような状況であっても、必ずその試練が終わる時が来る、状況が変わる時が来る、そこから解放されて光の中に導き入れられる時が来るのだと。だから希望を捨ててはならない。神様が全てをご存知であり、その上であなたを導いておられるのだから、どんな状況の時にも神を信頼し、あなたの心を神様の前に注ぎ出しなさい。神こそ我らの酒どころであるのだからと、今日の聖書は私たちに伝えてくれています。あの地下700メートルの地中に深く閉ざされた世界の中で、空間の中で、神に信頼するということがどれほど難しいことかということを私たちは想像できます。しかし聞くところによると、あの33人の中には牧師と呼ばれていた人がいたとも言われています。あの33人の中に神様を信じる人がそこにいたということ、それがあのグループにとっていかに大きな意味を持ったか想像できるのであります。希望を持つということが不可能なような状況の中で、なおかつ希望を持ち続けるということ、もうこのままいけば食料も尽きる、だんだん飢えて飲み水も食べ物もなくなってくる、ただそのことを考えるだけでもう将来は絶望、暗黒、いろんな疑い、不安、我々は結局助けられないのではないかという、そういう思いであったと思います。このことはあのような極限状態に置かれた人たちだけのことではなくて、私たちも日々大なり小なり、いろんな疑いや不安と戦っています。そんな私たちに対して聖書は、神様は今日こう語ってくださいます。2300の夕と朝が過ぎるまで、その間どんな時にもあなた方は神に信頼せよ。決して諦めてはいけない。希望を捨ててはいけない。あなたの心の中にある思いを神の前に注ぎ出しなさい。
神こそ我らの酒どころであるから、希望を捨ててはいけない、神様から与えられたあなたの使命に生きよう。神様は一人一人にあなたでなくてはならない使命を与えておられます。ですからどんなにそれが困難であろうと、最終的には勝利が決まっているのだから、あなた方は神を仰ぎ見、神を信頼し、神に心を注ぎ出しながら前進せよと語られているのであります。イギリスの首相ウィンストン・チャーチルが1941年10月29日にハロースクールという軍人を養成する学校で将校たち、若い将校たちを前にして演説をした有名な言葉があります。彼はこう言いました。決して諦めるな、決して諦めるな、決して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 、どんなことにおいても名誉と善のため以外には決して諦めてはならない、決して諦めるな、そう演説して席に着いたと言われています。どんな時にも、もうあのイギリスの国が第二次世界大戦の時に負けるかもしれないというその状況の中で、チャーチルは若い将校たちの心を奮い立たしめたのでありました。決して希望を捨ててはいけない、あなたの心の中にある不安や疑いを見舞いに注ぎ出しなさい、祈りの中で神に申し上げるがよい、そのままを、神様はそれをきちっと聞いてくださる。神はあなたを試練の中で守り続けてくれるであろう。エスペランサ、希望であります。信仰とは望みえない時に神をあえて信頼していくことのことであります。神様はすべてをご存知であり、神様の方法とご自身の時の中で私たちの人生を導いておられるのだから、その神様を疑うようなことをせず、エスペランサを持って、希望を持って、神様を信頼し続けようではないか。その信仰に主が応えてくださらないわけがありません。ダニエルが遭遇していた状況も、そしてまたあのチリの工員たちが遭遇した状況も極限状況であります。その時に一番大切であったことはエスペランサ、希望でありました。望み得ない時に望みを捨てることなく、目に見えない神に望みを置いて信頼していくことであります。試練は必ずいつか終わる時が来る、状況は必ず変わっていく、それまでの間どんな時にも神を信頼しようではありませんか。2300の夕と朝が過ぎるまで、日本の有名な小説家に武者の小路実篤という人がいますが、この人が桃源にてという短編小説を書いています。桃源とは、桃の源という字を書きますけれども、それはこのような物語であります。昔中国に一人の男がいました。その男は何一つとして他人に優れた長所を持っていなかった。
学問はもとより絵も描かなければ詩も作らなかった。それでいて天下に類のない自分でなければできないような仕事を彼は求めました。幸い彼は比類のない丈夫な体とそれ以上に根気のいい性質を持っていた。それに彼は桃の花を非常に愛していた。そこである時彼は火事に焼かれた広い山を買い取って桃の木を植えることにしたのであります。しかしこの仕事とて楽ではありませんでした。その山の土の質や地形をよく研究しなければなりません。前から生えているいろいろな木をよそに移さなければなりません。彼はただ一人でそれらのことを誰の手も借りないで桃を植えていきました。そしてせっかく植えた木の芽を鹿やウサギに荒らされてがっかりしたことも何度もあります。虫がついて全滅したことさえありました。しかし彼はこの道より他に自分を生かす道があるとは思えませんでした。彼は誰にも顧みられずコツ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 と仕事をしていました。世の中ではこの男のことを仙人だとか気違いだとか隠者だとか言われておりました。その男が仕事を始めてから23年経った春のことです。山も川もその男の住んでいるあたりはすっかり桃の花にうずもれました。ある日のこと、王様の狩りの一行が川のほとりを上がってきました。そして思いがけぬところに美しい桃の林を見て驚いたのであります。王様は家来に命じてこの桃をすっかり利休の庭に植え替えるように、もしまた持ち主があれば高価に買い取るようにと命じました。男は王様の言葉を聞きながら泣き続けていました。翌年の春のことです。桃の木はすっかりなくなり、辺りは見る影もなく荒廃していました。男はみすぼらしい風をして川で釣りをしていました。そこへ一人の老人が出てきて桃はどうしたのかと聞きました。王様の利休へ引っ越ししたのだ。ずいぶんお前それで金持ちになっただろう。ご覧の通りさ、俺は金が欲しくなかったからただでくれてやった。お前痩せたぞ。生きているのは嫌になったからな。育児のないやつだ。そら二十何年の苦心が消えてゆけば誰だって少しはやけになるだろう。君が桃を植えることに飽きたのなら仕方がない。だが他人に奪われたからといって一年経ってもまだ焼けているなんて感心しないね。資料は足りないよ。それではもしあなただったらどうしますかと老人に尋ねました。うん、私だったらまた桃を植えるね。植えたってまた持っていかれてしまうよ。持っていくのを自分の力で止めることができなければ勝手に持っていかせる仕方がない。だが生きている限り自分の仕事を辞めるのは男子として恥だ。20年ぽっちりの苦心がダメになったからといって
しょげて何もする気が出ないような男は頼もしくない。何度しくじっても君は参らなかった。その点で僕は君を今時珍しい男だと思っていた。そして君の仕事の完成していくのを眺めていた。すると去年あんなことがあった。私は君の心を察して泣いた。しかし君のことだから今にまた桃を平気で植え始めるだろう。それを楽しみにしていた。ところが私はがっかりした。それで私は辛抱ができずにやってきた。見てごらん、切られた桃からはちゃんと芽が出ている。ところが君はすっかり力を失っている。もっともまだ私は君に失望はしていない。君はきっとさらに大きな考えを起こして仕事に取り掛かってくれるだろう。生きている間は失望することを知らない男であってほしい。死ぬまでいくら切られてもおられてもまた生き返る男であってほしい。老人はそう言いました。しかし私には力も元気もなくなった。君は少しずつ仕事を始めてみるがいい。そのうちに元気になるだろう。切られた桃から生え出したこの芽の美しさを見たまえ。この桃の勇気が半分でも君にあったら私は君にお辞儀をする。私の友達は20年かかってこしらえ上げた本の原稿を焼かれてしまった。友達はその時、お前さんのように参ったが、さらにいいものを15年かかって書き上げた。参るのも人間だろうが、折れないのも人間だ。頼む、再び仕事を始めてくれ。若者はついに言いました。やりましょう。ありがとう。どうか私の力がなくなった時、またどうぞ来て励ましてください。ああ、生きていたらまた来るよと言って老人は立ち去ったというのです。それから十数年後、桃は前よりさらに美しく咲き乱れています。男は川のほとりで琴を弾いていました。そこへ前の老人が出てきた。男は喜んで老人を迎え、十数年前自分に元気をつけてくれたお礼を述べました。私もおかげで今度はいくら取り上げられても笑って持って行かせるだけの覚悟ができました。彼のその思いはその桃の山にも現れていました。すべてが自然で無理がなく、なんとなくゆったりとしていました。ゆったりとした気持ちで仕事をしました。前には執着が強すぎました。今度はすっかり落ち着いています。これはあなたのおかげです。さあ一緒に食事をしていってくださいと言って、二人は再会を喜び、時の経つのも忘れて語り合ったということです。この物語は私たちに、人間である限り経験するであろう失望とか挫折とかがよく現れています。しかしそこからどうするかが勝負の分かれ目だということを言わんとしているのだろうと思います。そして今日の聖書は私たちに、決して諦めてはいけない、決して希望を失ってはいけない、どんな時にも主を信頼し、心の思いを主の御前に注ぎ出しなさい。主こそ私たちの酒どころであるから、どんな状況